主君、これは全員大地人だ。眠ってる、みんな眠ってるんだ。大丈夫ですか？一体何が？光る羽。光る羽。眠ってしまった54人の大地人はギルド会館で保護しています。舞浜でも同じ現象が起き、セルジアット校が眠り続けています。シルバーソードによると、ススキノは無事なようです。眠っちまうのは大地人だけなんだな。はい、 MP がゼロになったまま自然回復が追いつきません。 MP が削られ続けてるってことか。目撃者の証言から、光る羽を持つガのようなモンスターの仕業と考えられます。ガの精霊っちゅうとこやな。ゲームだった頃にはそんなモンスターいなかったはずですが。とにかく調査を続け、警備も強化した方が良さそうですね。渋谷はどうするのですか？渋谷？リガン氏から渋谷の放送局跡が生きているとの情報が入ったそうですね。そちらの調査を急ぐべきでは？ガの精霊は放っておけってのか？冷たいようですが、眠りにつくのが大地人だけだというのなら。そんな、それだけ冒険者も追い詰められているということです。衛兵の暴走、フレーバーテキストの具現化、それに今回の事件、大地人の間では戦争の気配も。我々もいっぱいいっぱいなのですよ。気持ちはわからんでもないが。ああ、帰れるにしてもすぐどうこうできるわけでもないだろうし。なあ、シロイド。そうですね。かといって放っておくわけにもいきません。状況を見つつ考えていきましょう。ジョーガの眠り。今日は人が少ないな。ガの精霊のこともあるしね。ニャンタ班長、なんだって？今夜の見回りはニャンタさんと私たちで行きますにゃって。そっか。眠りについた大地人さんたちはまだ目が覚める気配がないみたい。心配だな。俺は帰るよ。故郷のことを考えているのかい？ルディ、たとえ離れ離れになったとしても、僕たちの関係は変わらないと思うがね。もう会えないかもしれないんだよ。それでも帰る場所があるなら帰るべきだ。帰りたくても帰れない、そういうものもいるということだよ。ルディ。では見回りに行ってきますにゃ。うん、班長、みんなのことをよろしく。シロ！シロイさん、あれ！来やがった来やがった、ガの群れだ！
女王が。なんて勝った。あかんやつや。これはひょっとして。私が嫌いなんだよ。なんなんだこりゃ。リン君が都市防衛用の魔法陣を抜けてくる。とにかく引きつけろ。城壁の外に押し戻せ。なぜかが突破されそうだな。第2班カバーに回れ。了解。嫁のところに戻らなくていいのか。デビー、あいつには第一陣の避難を先導させてる。俺たちの町には一匹たりとも侵入させねえ。兵兵がみんな寝てもうた。想定外だったな。ゾーンの外からの攻撃とは。第一陣たちを避難させろ。はい、はい、これはまずいことになる。マリエルさん、こっちも。やばいってこりゃ。冒険者まで。第一陣だけやない。外にいては危険だ。みんな早くギルド会館の中へ。ついに冒険者までやられちまったか。あのジョーガというモンスターの鱗粉を浴びると眠りについてしまうようですね。コン、MP が肉体から抜けてしまうのかもしれません。脱根病とでも言いましょうか。せやけど平気なもんもおんで。眠りにつくものとつかないもの、その違いについてはわかりませんが。死ぬことはないんだな。はい、死ねば大神殿で蘇ることができる。だが一度眠ってしまったら。どうだった、シロ先輩。見つけましたよ、ジョーガの巣を。それで一体どこに。渋谷です。大変ですよ先輩。渋谷のプレイヤータウンがダンジョンになってます。で、ジョーガの巣は。渋谷の放送局跡です。こっちはレイドゾーンになってますよ。新しい名前は呼び声の砦。おお、これはゲーム時代のキャプチャー機能を応用した試作品です。まあ10分以上使用すると爆発しちゃいますが。先週まではいつも通りでした。入り口には封印が施されているようだな。あのアンテナとかいう装置に誘導されて、ジョーガの眉やモンスターの卵が月から降りてきているのでは。お空のお月さんから。月には俺たちが連絡を取ろうとしている観察者のコミュニティがある。天才と呼ばれるモンスターたちもいるんだったな。じゃああのジョーガっちゅうのも天才の一種なんか。でもなんでみんなの MP を。ロエ2の手紙に天才は共感しエンパシオムを集めているとありました。何のことか分かりませんでしたが。それは MP のことなのですか。可能性は高いと思います。ジョーガは昨日も一昨日も同じ時間に現れた。月が昇るのと同時ですね。正確には18時22分。今夜には攻撃の第3波が来るのは確実でしょう。一度目で第一陣、二度目は冒険者も。ガの数も増えてきました。被害を防ぐにはアンテナを破壊するほかないでしょうね。しかしあれはヤマトで唯一の。はい、それに伝承によるとアンテナは星々への通信には必要不可欠なもの。破壊してしまえばシロエ様たちの計画は不可能になるかと。そんな。他のサーバーは。わからん。俺たちが得ている海外サーバーの情報はわずかなものだ。たとえよそに設備があっても機能していないかもしれません。かといってこのまま放っておけば通信どころじゃないだろう。今回は諦めるしかないか。それでどうするんですか。呼び声の砦はレイドゾーンです。目の前にあるように見えても外部からの攻撃は不可能です。正規の入り口から内部に入り目的地を目指すほかないでしょう。今すぐレイドチームを派遣します。
レベルがそう高くないものもいるが、ジョーガの鱗粉を浴びても眠らなかったものから選抜しました。もちろん次の攻撃に耐えられる保証はありませんが。砦内部の事前調査はいいのか。時間がありません。一か八かというわけか。お待たせしました。おっさんも来るのかよ。はい、呼び声の砦の入り口には特殊な封印が施されてるようで、それを解除してほしいと白江様に頼まれました。それだけじゃないんだろ。このような事態、この世界の歴史で初めてのこと。ミラルレイクの名を継ぐ者として見届ける責任があります。おっさんを守る余裕は俺たちにはないかもしれないぜ。ご心配には及びません。自分のことは自分でいたしますから。大和中の施設が沈黙しました。渋谷の件も聞いております。冒険者がどのような判断を下すか見守らせていただきましょう。秋葉の町をお願いします。皆様もお気をつけて。アインさん。はい。信じます。あなたも円卓会議の一員だと。目標は渋谷ダンジョン奥にあるレイドゾーン、呼び声の砦。そのアンテナを破壊し、ジョーガの増加を阻止、これを殲滅します。攻略しましょう。月の出までに。月の出まであと6時間。旧道玄坂方面からゲット8、レベルは平均91。牽制しつつ旧センター街方面へ。ゲット2時および10時方面から6ずつ追加。やっぱりおかしい。月への通信を考え始めたタイミングでこの事態が。しろ正面からも追加9だ。第2で正面引きつけてください。第1前衛正面の、いや後続の群れを踏んだ。だー、リチョウさんと荒野は第一を爆発。了解。イズコさん、オリーブさんは各パーティーの支援を。第4前衛はシーナの確保。了解。みのりちゃんだっけ、かわいい。略式全力完成戦闘というやつだよ。さすが白井さんの直伝。だが数が多すぎ祭り。ほい回復せんで、ナウツグユ。ケジュレちゃんの回復の方がビンビンですよ、ナウツグショ。読まれているとしたら相手の思うツボだ。オリールさん下がって、あ、いや右からリーチョウをカバー。おっと、シロイさん、あ、ごめん。シロイさん、エネミー追加。8時方向から新手が。シロイさん、ミノさんだった。嬉しくない、サプライズ。これって待ち伏せじゃねえか。冗談じゃねえ。本当に機関への手がかりがつかめなくなってしまうかもしれない。シロア様、ミノ団族が2体です。指示を。あ、旧スペイン高を第2第4軸に強行突破。おっと、ご用心。なんだか、いやー、見慣れないモンスターばかり。これは興味深いですね。え、あらー、おっさん、危ねえ。第一、一旦下がって回復に専念。でもこんな状態でこの世界を大地陣に見捨てるわけには。陣形を保ってこのまま直進。あ、いや、次の角を右へ。ドタバタでござるな。らしくないね。事前調査も十分じゃないですし、仕方ないですよ。でも不甲斐ない。ミロードも認める茶会の名参謀、どれほどのものかと思っていましたが。これが呼び声の砦。あと4時間と7分。複雑な封印ですな。はい、お待たせしました。ナイスおパンツ。さすが骸骨お兄さん。いいえ、それほどです。行こう。はい。厳重による偵察である程度の情報はありますが、ワンフロアごとに状況を確認しながら最上階を目指します。想定外に備え各パーティーの攻撃は戦闘小柄になる。なあ、もう曹操がよく見えない。追加出現。
ね、戦う女の子、きらめく汗。西風は仲がいいですね。仲間だもん、当然でしょ。キュンときた。大丈夫か。はい、お構いなく。どの通路も同じに見えるね。迷路だよ、文字通り。行き止まり、眉で塞がってる。主君、こっちもだ。向こうが見えてる。さん、西通路はゲットで溢れています。このペースだと MP の消耗は致命的か。でも一旦下に戻ります。ああ、ねえ、ここまで来て。しろ、一旦降りて中庭へ。ここなら2カ所の出入り口さえ死守しておけばしのげます。交代で MP を回復させましょう。せめてセーフゾーンならな。モブのレベルも高いし、想像以上の難易度だ。あ、シロンさん、ミノタウロスだ。また舞台セットだよ。上からブラックオーガ6、西からゲットを12、3回しつつセットアップ。休む間もなしか。レードっていうといつもこうだよね。まあ、先行特艦担当の姉子と一緒と聞いた時から拙者覚悟していたでござるよ。私を疫病神みたいに思ってないか。泣くぞ。ござるも後で絶対泣かん。セナロッチ、マンゾー、ダメ、ダメや。足止めが追いつかない。よし、今オーロラフィールに。MP が持たない。李長さんたち優先するから、ござるはどうにか頑張れ。了解でござる。広範囲攻撃、各自回避。あ、いや、カナギの四方配を。みんな MP が足りないよ。ござる、バッドステータス不処刑、継続ダメージ。ダメだ、 HP も持たないと。モストさん、死亡後この短時間で3分の1も限界ですわ。激ヤバです。シロ先輩、撤退判断を。シロ、フリップゲート。ここはスタジオ。ダンジョンの入り口じゃなくて、ここが復活ポイントなんですね。マリエさん、すまねえ、俺がいながら。大丈夫やって、穴から落ちたらここに飛ばされてただけやし。痛い？パンツ見る？いえ、結構、ほんのかすり傷ですし。あの、さっきはありがとね。え？やって、うちよりテトラちゃんの方が MP 残っとったし、とっさやとっさ。こんなきついレイド久しぶりでござるよ。あの、みんな、ごめん。シロエさん。シロエ様。私たちこの世界に残ります。え、分かってます。アンテナを壊したら元の世界に帰れなくなるかもって心配してるんですよね。帰りたくないわけじゃないけどさ、でも実際迷ってたし、考える時間ができるならそれはそれでいいかなって。もう絶対帰れないってことじゃないですよね。それに俺、大地人のみんなを放っておけないよ。俺たちサフィールの街でうまくいかなくって、ありがとう、助かったって言われても帰ってこないものもある。この世界から帰れるかどうかわからない。
でも帰れるのって幸せなことだよね。だったらみんな幸せにならなきゃ。俺たちが帰るのはその後だ。覚悟が足りないということだよ、ギルマス。できることだけを見つめてですよ。何ができるか分かりませんけど、シロイさんだけに背負わせません。私たちも、私も一緒に背負います。だからだとよ、シロエチ。でも大丈夫、主君は絶対に大丈夫なのだ。暁。はい。おお、無事だったか。電話が繋がらんのでな、心配で見に来たと。待てよ、アンテナの前に誰か。ここからではステータスの確認ができん。だがおそらく。了解しました。ウッドストックさんは秋葉に戻って守りを固めてください。レイドボス、うちらが調査した時はいなかったよね。月が昇ると動き出すとか。ジョーガと一緒に。うわぁ、めんどくさ。ってことはそいつ倒したらガの群れも一気に消えちゃうかも。そんなに甘い相手かどうか。けど変なとこはゲームのままだからな。ありがとう、ヘンリエタさん。どういたしまして。アンテナ、 MP、 レイドボスか。にゃはおお月の出まであと34分。もう時間が。30分で十分です。え、世界とアンテナどちらか一つだなんて初めから無理な話だったんです。どちらかを選ぶ、そんなのありえない。だから選びません。そんな無茶ぶりは食い散らかしてやればいいんです。両方守ってやろうじゃないですか、世界もアンテナも。見せてあげますよ、一石二鳥というやつを。反撃は始まった。光る女神、冴え渡る知略、信じ合える友がいる。もうどちらかを選びはしない。全てを守る、それが答え。戦いの末たどり着いた場所で、シロエは新たなクエストへの挑戦を決意する。大切な2つの世界のために。次回、開拓者たち。越えろ地平線。